はい、今回はですね、前回の続きというかですね、前回の続きじゃないですね、フィシュレット、これがどうなったか、報告していきたいと思います。で、ですね、この中にですね、糞が一応取れてるのは取れてます。で、基本的にはそこまで大量にはしてるような感じではないですね。もっと取れるかなと思ってたんですけども、水槽の中見てみるのにそんなにうんちがあるわけではないんで、ほぼこの中に入ってるんだろうと思います。もしくは、まあ、砂の中にあるのかなと思うんですけれども、このドロンドロンしたものがね、結構中にへばりついてます。で、これはですね、アサリちゃんがですね、結構、腰取って有機物とかいろんなものを、自分の中で腰取ってか塊にしてですね、出したものが義糞と呼ばれますね。義糞と呼ばれるものがここの中に結構ドロドロで入ってきてます。で、この上の部分ですね、ここの、これですね、ここの上の層にも結構入ってるんで、本来ですね、この配管がせっかくくっついてあるんで、ドバーンと抜いてやろうと思ってたんですけど、ここに入ったやつはね、多分掃除しないと取れないと思うんですよね。で、まあ最終的にはこれちょっと掃除して抜こうと思うんですけれども、せっかく、パイプをねつけてあるんで、どんな感じで抜けるかちょっとやってみたいと思います。全然うまいこと抜けないかもわからないんですけれども、どんな感じになるかですね、一回やってみたいと思います。とですね、とりあえず今からですね、コックをひねって、どういう感じで抜けていくか見ていきたいと思います。それではコックを開けます。よいしょ。はい、こんな感じですね。なかなかいい感じで抜けちゃいましたんで、結構きれいに、中のものは取れました。で、ほんの少しですね、今取れたのがこの中ですね。この中に入ってます。で、この中はある程度きれいになったんですけど、結局ここがですねきれいにならないんで、まあ、取り出してですね、掃除しないとダメかなと思います。で、せっかくですね、アサリちゃんが義糞にして固めてですね、この中に入れてくれてるんで、まあ、僕の場合は、せっかく配管してあるものがあるんですけど、きっちりですね取り出して、掃除をする方が、あとどう言ってますかね、水質的にはですね悪くならないんでいいかなと思います。はい、ですね、取り出し方をちょっと説明しておきます。このままズバーンと抜いちゃうとですね、中でせっかく取ってたものもドワーンと水槽の中に出ちゃうんで、どういう風に取っていくか説明していきたいと思います。はい、それではですね、取り出し方をやっていきたいと思います。まずですね、まあ、こいつはパイプついてあるんでパイプを外していただいてなんですけど、まあ、皆さん使われるのはいろいろだと思います。ないもの、パイプがくっついてないものだとしますね。で、このままですね出しちゃうと水がドバドバっと出ちゃって、それと一緒にですね糞も出ちゃうんで、こういうプラケースですね、プラケースをですね、これちょっとちっちゃすぎるんですけど、このプラスケースを使って、出していきます。こういう感じですね。で、これで、そっと取り出してやってください。取ったものをですね、きれいに、掃除してまた、元通りにしてあげればいいかと思います。ですね、
フィッシュレットをね、洗ったらですね、また、元に設置してやってください。で今回はですね、フィッシュレットがですねどれぐらい、効果があるかというものをですね、検証するために使ったんですけど、この水槽ではもう基本的にはうちの場合はですねフィッシュレット僕大好きなんですけれども使いません。でなぜフィッシュレット大好きかっていうとですね、やっぱりそこの方にやっぱり魚の糞とかいろんなものが溜まってくるんですよね。でそれを結構ね綺麗に取ってくれるのがフィッシュレットなんで、物理ろ過を結構してくれるんですよね。それを上手にできるものなんで大好きなんですけれども、うちの場合はですねもう物理ろ過と生物ろ過がですね、きちっとできてるんで、そこまでしなくてもですねいいんで、もう取り付けはしません。で小さい水槽のねこのサイズとか、まあ、60センチとか、まだその、システム的にですね生物ろ過ですね、生物ろ過の方を頼ってるようであればですね、できるだけですね糞とかを取り除く、生物ろ過をする前にですね、取り除く、バクテリアに分解してもらう前に取り除くというスキマーだったりですね、このさっき、説明したフィッシュレットなど、まあ、フィッシュレットは当然糞を取ってくれるんで、その糞をですね水の中から、出してやらないと、当然その間に、生物ろ過がどんどん進んでいきますんで、隙間は、当然その生物ろ過が始まる前に、水中から取り出そうというシステムなんで、できるだけですね、隙間などをつけてですね、物理ろ過ができることであれば海水は物理ろ過にもっと頼る方がですね、水質をどんどん安定できますし、きれいな水が、維持ができるかと思います。先ほどみたいにですね、フィッシュレットに配管ついてて、水を抜き出した場合、水をね、出さないとダメだと思うんですけれども、簡単に水を出せるかどうかはちょっと何とも言えないんですけれども、出せる方法ですね、少し考えたんでちょっと説明したいと思います。ですね、このポリタンクをまず用意します。これまあ普通のホームセンターとかでよく売ってるタイプのやつなんですけれどもですね、このちっこい方にですね、こういう風な、水を出せるようにですね、蛇口がついてるものがありますんで、それをこうてですね、こっちにくっつけます。それでもう一つですね、できればですね、海水をこの中に入れて、置いとくのにですね、エアレーションしておいてあげるとですね、海水、まあ、水の方も、鮮度が保てますし、ある程度ですね、バクテリアもこの中で繁殖してくれます。で繁殖してくれるのはある程度ですね、有機物、糞とか、まあ、何か分解するものがないと、めちゃくちゃ増えることはないんですけれども、若干ですけれどもこの中で、多少なりとも増えてはくれますので、こういう風にして、ここブクブクですね、ここ跡をつけてやれば、いけるかと思います。ここに、こうタンクを置きます。はい。でこの時にですね、しっかり、ここ閉めておかないと水が漏れてきます。でここ穴開けた位置ちょっとね、失敗なんです。実際はですね、本来もっとこの上の方で、ここはパッキンがついてるんでここの方で開けた方が良かったんですけど、これ、使うのがね、また別のことで利用してたものなんで、ここのどこでも良かったんでこの位置になってるんですけれども、でここにですね、さらにこのブクブクですね、ブクブクはそんなに大きくなくてもいいです。これ結構大きいんで、ブクブクをしてですね、エアレーションしてやればいいんですけど、エアレーションするとですね、この中の内圧が、空気が抜けばないんで、これのこのタンクの場合ですね、ここにエア抜きが
これですね、ついてるんでここを外します。で外してですね、エアレーションしてやってください。でこれで、ブクブクしてもですね、ここからあのエアが抜けてきますんで、あの水の量ですけど、このタンクの中に入れてる水の量ちょっと少なめの方がいいです。多いとですね、ここからブク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 水がまた出てきますんで、ちょっと少なめにしてやる方がいいかと思います。これで、置いといてですね、水が減ったらですね、一応水がたくさん入ってるんですけど、この状態でここのコックをひねればですね、徐々に水が出てくるんですけど、こういう感じですね。でこういう感じで、足せばですね、ジャバジャバあの砂が巻き替えることもないですし、あの適度にあの水の、調節ができるかと思います。はい、でこうやってればですね、水の管理もやりやすいですし、1日ですね、だいたい減っていく、蒸発していく水もあると思うんですけれども、基本的にはですね、蒸発した分足すのはですね、海水ではなくて淡水を足してやってください。水分が抜けてるだけなんで、海水蒸発した分を海水足しちゃうと、どん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 塩分濃度が変わってきますんで、必ずですね、足し水するときはですね、真水を、足すようにしてやってください。で水替えなどしたときにですね、減った分は海水を足してやってください。はい、でこれでですね、水替えも楽にできるんではないかなと思います。ただですね、うちの場合たまたま台がここに、横にねあるんで、タンク置けますけど、そうでない場合はですね、その時にだけですね、何か台を持ってくるとか、キャスター付きの、ワゴンとか何かの上に乗っけてこうやって置いておくとですね、非常に楽に、水を足すこともできますんで、一度、参考にしていただければと思います。はい、で今回はですね、この辺で終わりたいと思いますけど、なぜですね、僕が物理ろ過にこだわるかっていうことをですね、次回ですね、説明したいと思います。僕の中ではですね、本当言うと、生物ろ過というものが 100% 水槽の中で、行えるんであれば、それが間違いなく一番いいんですけれども、どうしてもでですね、水槽の中でそれをやるのは 100% に近いぐらい難しい話なんで、物理ろ過をこうメインとしてですね、足りない部分をバクテリアとかのですね、生物ろ過に頼っていく、それにさらに足りないところをですね、添加剤などで、補ってもらおうというのをですね、次ちょっと説明したいと思います。難しい話ではないんで、それを理解をしてですね、水生動物を飼うと意外とハードルがですね、ギュッと低くなるので、今からですね、車エビ飼いたいとか、魚を飼いたい、多分車エビ飼ってるうちにですね、だんだん魚飼いたくなってくると思うんです。で車エビなんですけど、意外と、エビの中でも強い方になります。で車エビが死ぬ状態になってくると相当水質悪いんで、魚は飼えません、その状態だと。なので、もうちょっとですね、どうやれば魚が飼えるような環境が、作れるのかっていうのをもうちょっとですね、細かく説明していきたいと思います。分かりやすく説明できればと思ってますけれども、はい、今回は、はい、これで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。